着いたわ、ここよ。なんだこれ。気をつけろ。昔、地盤沈下が起きて、この穴が出現したの。奇妙な光が漏れ出して、辺り一面を不気味な色に染めていた。レドが村を救ってくれたの。奇妙な光って、もしかしてパコロ島で目撃された光と同じか？ええ、そうよ。ここで事件が起きたのは、ずいぶん前のことだけど、あれは50年も前のことよ。おじい様。一体これは？危ない、近づいてはダメ。大丈夫です。したモンスターをレドとマモリレウスが止めてくれた。レドがいなかったら村はどうなっていたか。そんなことがあったのか。光が発生して暴走したモンスターが現れてって、ハコロ島で起きたことと同じだな。ええ、その時はこの地で発生した異常現象に過ぎないと思ってた。でも違ったの。それを教えてくれたのもレドだった。数十年ぶりにレドがルトゥにやってきたのよ。この村だけじゃない、各地で地盤沈下と光の現象が発生している、そうレドは言っていた。ずっと一人で調査を続けていたのよ。そうだったのか。みんなが気づく前からレドには分かっていたの。世界各地で大変なことが起きているって。アルマ、あの時と同じ。来るぞ。ライダーさん。まずいぞライダーさん。わかった、卵は私が。あいつを止めるんだ。行くぞ。ライドオン。